うわー出た。はい、おはようございます。釣り子 TV です。これまたでっかいですね。先日マグナムザラスプークで釣れたよっていうことで、動画上げたんですけども、今度のはさらに名前が派手になってですね、ヘドンスーパーマグナムザラスプーク、スーパーがついてるんですね。マグナムザラスプークと、あとこのスーパーマグナムザラスプーク、大きなザラには2種類あるんですけど、先日釣れたのがこっちマグナムザラスプークね。それよりちょっとこんな感じでさらに長くなってんですよ。こので、まあ色もねこんな感じで昔ながらのレッドヘッドで、かっこいいんじゃないかな。こっちの大きい方のですねザラスプークでも、シーバスが釣れたんで、ぜひご覧ください。どうぞ。うわー出た。うわー出た。もう一発釣ってろ。いやー、追ってくるよ。スーパーマグナムザラ食ってくるよ。ザラいいね。ザラいい。やっぱ往年の名作ですな。じゃあ俺もレッドヘッドいっちゃおうかな。ちょっと雨混じりで気圧が低いのもいいのかもしんねえな。トップに出やすく浮いてんのかもしんない、魚が。おっしゃ出たぞー。あー、いい引き。バッチ、これはタモで、タモ前、いい引き。バレっかなこれは。いやー、いい。下から行っちゃった。流し込むよ。おっしゃー、ありがとう。外れたー。レッドヘッドで巨大な続きが出ましたよ。はい。マグザラでもう一本。そんなね、でっかいルアーで釣れちゃう感じです。いいねこれ。よいしょ。いい。マグザラにバコバコですよ。じゃあ引き続き頑張ってみたいと思います。というわけで、このヘドンスーパーマグナムザラスプ、これで冗談じゃなくて本当に釣れるルアーなんですよね。で発売していた頃は3000円しないぐらいで買えたんですけども、今残念ながらこの2本ですねちょっと廃盤になっちゃってるんですよね。売ってる時は、2500円も出せば買えたんですけども廃盤になってしまって、でその後ですねこういうのがまた暑いぞっていう感じになってきて、今釣り具屋さんに並ぶとザラのはないんですけども、こう似たような感じのマグナム、ビッグ、ペンシルベイト、いろんなメーカーから出てますからね、お好きなところのを選べばいいんじゃないかなと思うんですけど、たまに、中古屋さんとかでですね、海釣りのオフショーとかそういうコーナー見てるとこうでっかいのがブラブラーってぶら下がってたりするんですけども、面白いんで1個持ってるとですねたまに釣れることありますんでね。でこれはですねちょっと今回のは浮き姿勢を、調整した後かかりが良くなんないかなっていう感じで、こんなスプリットリングを自分の場合は増やして、つけて、でなんか好みの、ドッグウォークしやすい、ちょっと後ろが入ってる方がドッグウォーク自体はさせやすいので、こんな感じでですね3連結のスプリットリングで大きな魚が来ても安心っていう感じで、こういうかなり太軸のですね針を、つけております。でまあシーバス釣りなんで、バーブレスにこうちょっと曲げてますけどね。で内側の方は、2個スプリットリング2個にやっぱりこういう感じのごつい太い針ね、これでバコーンと出たら、でまあちょっと針がこれ太めの針使ってるんで、やはりビッグベイトロッドとかちょっと強めの竿でないとですね、せっかく出て食ってくれてもですね針が刺さらないっていうのがあるんで、まあこの前買ったビッグベイトの竿って、まあ、150g まで投げれるよみたいな竿で使ってるんですけど、非常に快適にですねバヒューンと投げることができて、でピタンピタンピタンポコッていってね水柱が立ったりするんですけども、まあ先日のですねこんなザラ、サイズが違うんですよ。これは小さい感じのやつですけどね、ヘドンのザラパピーってやつですね。ザラパピーなんかと比べると親子ほどサイズが違う。これもザラパピーですけど、こんな感じでですねヘドンも、まこれより小さいザラもありますからね、こんな感じでいろいろ狙うターゲットによってサイズをいろいろ選べたって感じですね。これもちょっと廃盤ですから、まあただですねたまに並んでることありますんでね、見かけたら、結構冗談みたいだけど使うと釣れちゃうっていう面白いルアーなんで、ぜひですね覚えておいてください。でこれ重さですね、ヘドンのスーパーマグナムザラスプーク、これは何グラムでしょうか。はみ出しちゃう。110g、ペンシルベイトの中ではもうかなり巨大な方じゃないですかね。およそ 110g ぐらいありますので、そうですね表記で言うとやはり 150g、6オンス、5オンス、6オンス前後を使うのにちょうどいいですよなんていう釣り竿で投げると非常にアクションさせやすいのと、あとはまあトップウォーターペンシルベイトなので、そこまで長いビッグベイトロッドだとこう1日アクションさせるの疲れちゃうんで、先日買った自分のやつなんか 6.8 フィートとかそれぐらいなので、こう船べりでアクションがさせやすい竿、まあその竿の使ってる感じなんかも是非動画で見ていただければと思うんですけども、まあ何にしてもこれもまたですね、ベイトの大きいベイト集団が抜けるまでの期間、チャンスがありますんでね、引き続き狙っていきたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV はですねこの超巨大ペンシルのですね、ヘドンスーパーマグナムザラスプークね、これで魚が釣れたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。何で ?OK! ああ、了解了解。おっしゃ、待ち割り、これターンもお願いしていい？